東京新聞の記事をご紹介します。あの、今、宮城、岩手の、その東日本大震災の影響で、その発生した瓦礫の広域処理、これを進めなければいけないということで、政府が一生懸命になっています。えー、が瓦礫は宮城、岩手だけでは処理できないので、全国各地の自治体を受け入れてほしいと、政府一生懸命推進してるんですね。で、環境省の方でも、が瓦礫は安全だと、放射性物質もそんなに含まれてませんと。 え、復興の足かせになっているんで、ぜひ協力してくださいと、うん、えー、言っているんですが、うん、えー、どうなのか。で、この東京新聞の今日のインタビュー記事に、その、環境専門シンクタンク、環境総合研究所というところの池田小道さんという女性の方、副所長の方のインタビューが載っておりまして、うん、その広域処理、まあ、日本各地の自治体で、その岩手、宮城の、瓦礫を処理することは、必要性の上でも、妥当性の上でも、正当性の上でも、 問題があると、こういうふうにおっしゃっているんですね。えっと、確か東京都も受け入れられね。そうですね。はい。あと、山形県が今、協力の声を上げておりますね。はい。で、あの、ま、理由はいくつか、その池田副署長を挙げてらっしゃるんですけれども、まず、被災地に実際に池田さんが何度も足を運んでいますけれども、瓦礫があるから復興が進まないという話は、池田さんによれば聞いたことがないと。 いうことなんです。うん、それから、環境安全面で一番心配なのは、その受け入れる地元の自治体の住民の方ですよね。うん、放射性物質、どのぐらい含まれているのか。うん、これ、あの、測定することに当然なってるんですけども、全部サンプル調査で、うん、で、その精度、正確さについても、環境省ですら、サンプルを取らなかったところで、放射線量が高いところがないとは言えないと。うん いうふうに言ってます。うん、それから、焼却しますよね。瓦礫ですから。うん、で、はい、焼却炉の排ガス測定もサンプル調査で、はい、で、その放射性物質以外にも、その油類とか農薬類といった有害物質を瓦礫はやっぱり津波の影響で吸収しちゃってると。うん、で、ヨーロッパに比べて排ガス性星日本甘いんで、うん、重金属などがその、を巻き散らされる恐れがあると池田さんおっしゃってます。うん、じゃあ、どうすればいいのかと。 いうことなんですけども、本来国が説明しているように放射性レベルが低いというのであれば、うん、その瓦礫処理専門の仮設の焼却量を現地に作って処理するのが一番効率的だと。うん、そこで雇用も生まれるし、うん、わざわざ高い輸送費手間,、ま、手間暇かけて西日本などに持っていかなくても、 それすぐじゃないかと、いうふうにおっしゃってます。うん、そしてもう一つだけ挙げてらっしゃるのは、その受け入れる自治体、受け入れない自治体、うん、片付けてほしい自治体、もう結構対立構造が国の中にできちゃって、うん、で、受け入れてほしい、受け入れられない、うん、うちは受け入れる、あそこ受け入れてくれるなんだここは、そういうふうな構造が生まれてくることが問題だと、いうふうに池田さんおっしゃってるんですね。うんうん、はい。 あの、前からこのがれき処理はね、俺はどうなんだろうなって思ってたんだよね。向こうのがれきを東京に持ってきて、焼却すると。ね、他に受け入れる件はありますかみたいな。これは国が、なんかこう、余裕を失った人たちに、あえてこう、対立構図を作ってるんじゃないかとさえ俺には思える。ね。 お宅受け入れないのかっていう話になる。はい、でそもそも、この瓦礫は、この池田さんが言うには、う、搬送して、持ってきて、そこで燃やす。はい、それが本当に効率的かと、この人は問うてるわけだよね。その前に、瓦礫処理は、大変大事な問題だって、野田総理が言ってるわけだよね。はい、でこの池田さんの言うのは、瓦礫処理は、 積み上げられていて、はい、そんなに現場では問題になってないって雇用とかそういうことに比べたらね。うんうん、もし雇用そういうんならこれ片付ける人雇用すればいいわけだからね。はいはい、ね問題になってないと。高いところにね、家建てるのにだってね、ね、うん、海岸にある瓦礫は問題にならないでしょ。はい、それをなんかこう、あえてこの地方に運んで、 無駄な放射能があるかないかわからないのを燃やすのは嫌だって、はい、国が対立構造を作ってるってこの人は言ってるんだよ。うん、国が作ってるって言ってるんだよ。うん、なるほどなって思うところがあって、はい、しかも、はい、まあ今までこの8000ベクレルっていう数値がだね、はい、埋め立てていい数値だったんだね。うん、で、8000ベクレルって数値は、この池田さんとしては、そんな低い数字じゃないと言ってるわけだよ。うん 結構高い数字だ。はい、それを今のやり方だと、こう、浸出、なんで、なんで、浸、浸水処理、進出し染み出してくる水ですよね。えね,え<ー>ね今のシステム。はい、で、これを8000ベクレル以下を今のシステムでやってるんだけど、これじゃダメだと。うん、やるんならば、コンクリート製の仕切りで厳重に管理する、遮断型の最終処分場に保管すると。 そうしなきゃダメだ。うん、しかも、8000ベクレル、まあ基準がこれが、はい、あるか、まあこれを全部からサンプルで調査なんかできないだろうと。そんなサンプル調査なんか、この瓦礫においては、サンプルだけ取ったって当てにならないでしょって。はい、どこから持ってきて積み上げられたものとかわかんないんだから。はい なんかねこれは前からおかしいなぁと思ってて、うまあ現場で処理する、まあ、これだけ1年経ってんだからね、はいうん、当然、なんかこう、あのーうん、処分場を現場に作ろうと思えば、うん、できなんかねえだろうと、うんはい、1>, 1年た1年経ったんで、<年>だって、ね、これ現場で処分しましょうって、うん、なんか、あえて反目を生むような、で、太田さんが調べてくれたんだけど、1つだけ、 これを受け入れましょうって言った。 ところがあったんだよね、小田はい。あのー、うん、今、東京と山形を受け入れるということを表明してるんですけども、静岡県の島田市という自治体も、その試験償却を実施すると、受け入れますよという方針を示してるんですが、うん、その市民、当然不安なので反対運動も起きてるんですけども、うんはい、市長のやり方が結構強引だという記事が、2月2日の東京新聞に載っておりまして、うんうん、で、その東京新聞によると、実は、その桜井市長が市長に就任する前に、産業廃棄物などを取り扱っている桜井資源の 社長を務めていたとで。今も親族が経営していて、大株主であると。あの櫻井市長が。であの市議会議員の中には。自分の商売に絡むからではないかという批判をする人が。 中にはいて、うん、その島田氏が、うちやりますよというふうな突破口になると、この桜井市長が全国の産業廃棄物業者の星になっちゃうんじゃないかっていう懸念の声があるという記事が載ってるまあだから、この人は市長は独断でこう、ガレキ受け入れますよって言ったわけだ。って、はい、言ったんだけど、も、ま、う、あ、独断で先行してるわけで。うん、で、それでこの人は何やってたかっていうと、元参拝会社の社長なんだよ。で、親族はこれやってんだよ。うん <laughs> それはどうかな、<laughs> ねえやっぱいち早く手を挙げたのは、やっぱりさすがと思わせる反面もあったけども、両面、あの受け止め方あるんでしょうね、うん、よく造形入れてくれたっていうふうな、ん、思いの方もいらっしゃるでしょうし。